どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、対象者限定旅に出よう国内線乗るたびに500マイルプレゼントキャンペーンということで、こちらね対象者限定なんですけども ANA の、ね、キャンペーンが来ておりますので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。まあ、今日ね紹介するのは2つというふうになっているわけなんですけども、両方ともね対象者限定のキャンペーンで来ておりまして、1つは500マイルがもらえるっていうキャンペーンで、もう1つはですね国内線2区間乗るとセンスカイコインがねもらえるキャンペーンというふうになっております。まずですね500マイルプレゼントキャンペーンからですね解説していきたいというふうに思います。でですね、今回のキャンペーンは対象者限定ということで、キャンペーンがね来ている方しかね利用することができないっていった形になっております。ということで私はというとですね来てないですねいや本当にね ANA のキャンペーンね結構たくさん出ているみたいなんですけども、本当にね私のところにはですね来てないですね。まあちょっとね気を取り直してねキャンペーンの概要いきたいというふうに思うわけなんですけども、キャンペーン名は旅に出よう国内線乗るたびに500マイルプレゼントキャンペーンというふうになっておりまして、2020年の12月の1日から2021年の1月の31日搭乗分までっていうふうになっております。こちらね12月の1日から始まるキャンペーンというふうになっておりまして、まあ、今現在ね10月の終わりというふうになっておりますんで、このキャンペーンね利用される方はですね期間ね注意して利用していただけたらなっていうふうに思います。またですねエントリー必須というふうになっておりまして、対象路線については ANA 国内線全路線、提携航空会社が運航するコードシェア便については ANA/NH 便で予約搭乗した場合のみね対象というふうになっております。またね対象運賃に関してはマイル積算可能な国内線全路線というふうになっております。で今回のこのキャンペーンでもらえるボーナスマイルの付与時期に関してはですね、キャンペーン達成後の1週間以内にね付与されるというふうになっておりまして、 ANA のねキャンペーンにしてはボーナスマイルね付与されるのがかなり早いっていった形になっております。でですね注意事項がありまして、今回のこのキャンペーンについてはフライトマイルをですね事後登録される方ねいらっしゃるというふうに思うんですけども、こちらのキャンペーンは1月31日にね終わるキャンペーンというふうになっておりまして、事後登録自体はですね2021年の2月の2日括弧23時59分までのね積載分が対象ということですので、このキャンペーンね利用された方はこの期限までに積算しないとですね対象外というふうになってしまいます。でですね今回のこのキャンペーンについてなんですけども、対象者限定というふうにはなっているわけなんですけども、2020年10月現在ですねGoTo トラベルキャンペーンもね行われているということで、旅行会社でですね予約したパックツアーなんかも利用する方ね多いと思うんですけども、このキャンペーンね対象運賃に関してはマイル積算可能な全運賃がね対象というふうになっておりますんで、楽天トラベルであったりですねヤフートラベルとかの予約サイトをね利用した場合でも ANA のね飛行機を利用すれば対象というふうになりますんで、かなりねお得なキャンペーンというふうになっております。次にですねキャンペーンの見つけ方についてなんですけども、 ANA マイレージのスマートフォンアプリありますよね、あちらからね見ることができます。もちろんね PC からも確認することができるんですけども、まあスマートフォンのねアプリケーションの方がね分かりやすいかなというふうに思いますんで、こちらでね解説させていただきます。こちらねちょっと画像を出しておきますけども、トップ画面の方からマイレージのね画面に行っていただいて、右上にねマイキャンペーンっていうのがあると思いますので、そちらをですねクリックしていただきます。そうするとですね対象者の方にはですねこのキャンペーンね出てくるっていった形になりますんで、そこでねエントリーしてね利用していただくっていった形になります。残念ですがこちらは対象者限定というふうになっておりますんで、ここにねキャンペーン一覧に出てない人であればですね、今回のキャンペーンはですね対象外っていった形になっております。それでは次にですね、今回のキャンペーンはですね、2つね紹介させていただくっていう話をさせていただいたと思うんですけども、最初のはですね ANA マイルが500マイルねもらえるキャンペーンっていうふうになっていたわけなんですけども、もう一つですね旅をして ANA スカイコインゲットキャンペーンということで、スカイコインがねもらえるキャンペーンも来ている方がね
いるっていった形になってるんですよね。ちょっとねこちらのキャンペーンについては私の方にですねキャンペーンの詳細がね詳しく分かっておりませんので、もしねこのキャンペーン対象で来ている方いらっしゃいましたらですね、ぜひコメントいただけたらなっていうふうに思います。今回のこのキャンペーンなんですけども、国内線2区間を利用するとセンスカイコインがねもらえるっていうキャンペーンになっております。でですね、先ほどの500マイルのキャンペーンについては期間はですね12月1日から来年の1月までのねキャンペーンというふうになっていたわけなんですけども、このセンスカイコインがねもらえるキャンペーンについては期間がですね2020年の11月の1日から2021年の1月31日までというふうになっておりますので、500マイルのキャンペーンはね12月1日からということで、ちょっとね先のキャンペーンになったわけなんですけども、スカイコインのキャンペーンについてはですねもう来週からね始まるキャンペーンというふうになっておりますので、キャンペーン来ている方は確実にねエントリーしてね利用してみていただけたらなというふうに思います。まあこちらね2区間でセンスカイコインがねもらえるキャンペーンというふうになっておりますので、まあ行って帰ってくればねセンスカイコインがもらえてしまうということで、こちらもねかなりお得なキャンペーンだと思いますので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回は ANA のキャンペーンね2つ紹介させていただきましたけども、2020年ね SFC 修行されている方、またはですね来年 SFC 修行ね検討されている方はですねかなりねお得になるというふうに思いますので、ぜひねエントリー忘れずにですね利用してみていただけたらなというふうに思います。またですね GoTo トラベルキャンペーンね今やっておりますけども、 ANA のねタイムセールっていうのも10月の29日までね行われているっていった形になっておりまして、こちらねトップページの価格なんですけども、羽田那覇、羽田札幌、伊丹、関空、神戸、福岡っていった感じでねかなりお得にね搭乗できる価格で販売されておりますので、こちらもですね今後利用される方であればですねぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。今回の動画ねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。